リミショットプロ EX の使い方を動画で簡単に説明していきます。まずはじめにリミコートプラス1リットルを用意していただきます。約250ミリリットル、こちらのボトルに入るので時計回りに回して外してください。反対側に回せば簡単に取り付けることができます。それでは電源を入れていきたいと思います。こちらの赤いボタンを下げるだけで電源が入ります。この状態のまま約3分ほど待つと煙が出てきます。シューッという音がしてきましたら使える状態になっています。今このつまみが一番勢いが弱い状態になっています。これを左側へ回していくと勢いはどんどん強くなっていきます。お好みの状態でご使用ください。電源を切るときはまた電源ボタンを上に上げるだけです。